詩人で劇作家のマリー・ジョゼフ・シェニエが作詞し、エティエンヌ・ニコラ・メユールが作曲した革命家。フランス第一帝世紀の公式家で、副題は自由への参加、現在も軍歌として歌われる。楽譜カバーこの歌は1794年7月14日に、フランス音楽アカデミーの公共楽団と合唱団によって初演された。この歌の1万7000枚もの楽譜が、 直ちに複製され、共和国の14の軍に分配された。現代は、自由への参加であったが、ロベスピエールによって、現在の代へ変更された。新定されたロベスピエールはこれを、崇高で、ジロンド派のシェニエによって作られた、これまでに作られたすべての共和派の死を超えると言った。この歌は、共和派の兵士たちからは、マルセイエーズの兄弟と称された。その死は、 音楽的な絵画の描写であると言われる。これら二つのエピソードは多分に脚色されている。この歌は革命と帝政の両時代に歌い継がれ、今もなおフランス軍の軍歌として演奏されている。ジスカールデスタンは1974年のフランス大統領選挙でこの歌を応援歌として用いた。大統領就任中はマルセーズと共にしばしばこの歌を 軍楽隊に演奏させた。ありがとうございます。